パチンコ店に休業要請、無視なら店名公表へ、東京。本日、東京の小池知事が記者会見にて、都の休業要請を無視して営業を続けているパチンコ店41店舗に対して、電話で休業要請を改めて行ったと明らかにいたしました。今後、さらに要請を行っても無視された場合、店名を公表する予定です。 こちら、本日すでに大阪において休業要請を無視しているパチンコ店の店名が公表されておりますけども、まあ、こういったパチンコ店店名を公表されたところで失うものはないどころかギャンブル依存症のお客様が営業,中の営業中の店舗に殺到してしまう恐れすらございます。 行政としては、段階を追って対応しなければいけないのは分かるんですが、まあ、こちら、新型インフルエンザ等特措法に基づく措置だけではなくて、風営法に基づく措置なども同時に実施していただき、こういった休業要請を無視するパチンコ店が、一日でも早く営業を休止できる環境を 東京都には、また全国の自治体には、あらゆる法令を動員して、整えていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。